どうも石政です。今日はトーガの、22SS の新作を皆さんにご紹介したいと思います。はい、もうね、端から端まで結構バンバンで、多分デリバリー紹介で言うと過去一のボリュームやと思うんですけど、今シーズンはレースとかちょっとこう穴メッシュだったりとか、そういう穴がいろいろなディティールにデザインとして施されてるんですけど、早速紹介していけたらなと思っております。まずじゃあ前からずっと説明していきますね。結構シーズンを象徴とするようなインパクトの強いアイテムだと思うんですけど、これレースのシャツですね。こんな感じです。で、単色と柄ありと2型あるんですけど、ちょっとね、単色のタイプと柄ありのタイプで、この編み方っていうかが変わってて、生地の感じが変わってて、こっちは単色の黒の方はお花のような感じのモチーフになってて、こっちはちょっとね、まあ柄、ひし形と組み合わされたような柄になってます。形で言うとちょっとこうアロハシャツのような肩落ちたリラックスとした感じの形に仕上がってます。早速じゃあ着てみようかなと思います。はい、着てみました。こんな感じです。ちょっとね、これめっちゃ僕の一押しの色味なんですけど、大阪の人はもしかしたらね、ある理由をで毛嫌いする色味かもしれないですけど、ちょっとこれも唐辛子、今シーズンのニットでもあった黄色と黒の色味です。本当僕が着てこうちょっとこう肩が落ちる感じ。一応サイズなんですけど、これで44を着用してます。はい、前と後ろはこんな感じです。横と後ろ44でこんな感じなんで、結構肩落ちる感じですね。で、今僕黒のタンクトップ着てるんですけど、意外になんかこう同じ黒着ると分かりづらくて、いや、レースっぽくも見えない、柄のシャツに見えるような感じですかね。これね、買うのまだ12月なんで結構寒いかもしれないですけど、オーバーサイズなんで、例えばロンティーだったりとかパーカーの上にベストっぽく着て重ね着してもいいんじゃないかなと思います。夏はもうこういう1枚で気合の入ったスタイリングで楽しんでいただけたらなと思います。黒の方はちょっと単色なんですけど、袖の裾がちょっと段々になって可愛い感じですね。はい、っていう感じです。じゃあちょっとこう量も多いので、バシバシ進めていけたらなと思います。はい、じゃあ次ですね。はい、これも穴が開いたシャツです。これ白と黒の2色展開ですね。で、先ほどのものと違って、普通のコットンのシャツに穴が開いたような感じです。こっちはもうレース中心なのでこう透けてるような感じなんですけど、全体がこれはもう穴が開いたっていうような言い方の方が分かりやすいのかもしれません。で、結構ね、細かい作りになってて、その穴の周りも丁寧に刺繍が施されてて、かなり美しい柄、こう全部に刺繍が入ったような感じのシャツに仕上がってます。で、唐辛子ウエスタン調の、パールボタンになってたりとか、オープンカラーのディティール、なんかちょっとしたウエスタンシャツのデザインも入ってて、唐辛子の今シーズンらしいアイテムと言ってもいいんじゃないでしょうかね。シャツやポイン、シャツ生地なんで、シャツって言ってもいいんですけど、一応ブルゾンのようなディティールもあって、ポケットはサイドにあったりとか、裾もリブになってたりとか、シャツブルゾンみたいな感じで着ていただけるアイテムです。なので、ちょっとこの上から羽織ってみます。スナップボタンなんでね、めっちゃこう、すぐ外せて、それがいいですね。はい。これも44です。結構オーバーサイズに作られてますね。こんな感じですかね。で、袖元は一応こんな感じで、今左初めはギュッと絞ってた方なんですけど、こんな感じになってて2個あって、こっちだと結構落ちるような感じですかね。で、もう一個の方止めてもらうとギュッとなるので、もともと袖が長めに作られてて、こうやってたまるような
シルエットを楽しんでいただける感じです。で、これはね、結構ね、意外にこっちのが白やからか分かりやすく透け感が見えるようになってます。なんで、今の時期とかだったらちょっと派手なロンティー入れてバサッと着てもいいし、いろんな合わせ方楽しんでもらえると思います。これは全然ぜひ今から楽しんでいただけるアイテムなので、もう買ったものすぐ着たいっていう子はこの辺おすすめしたいです。はい、そしてまだね、これから着れるもの12月分も結構考えてバイングしてるので、ちょっと他も楽しんでもらえたらなと思うんですけど、そのまま次いきます。次、カーディガンですね。はい、3色の糸で編まれたカーディガン、これは黄色、黒、赤ですね。そしてこっちの方はネイビーと黒、ちょっと深みのある感じのニットに仕上がってます。で、これももちろん先ほどと同じくちょっとした穴があるようなデザインになってます。で、結構オーバーサイズですね。着てみます。早速、これもね、めっちゃかっこいいんですよね。カーディガンね、うちもいろんなカーディガン撮ってたんですけど、別注もなんなら作ってたし、でもやっぱどれもすぐなくなっちゃって、で、まだ探してる子多いと思うので、ちょっとそういう人たちにはぜひ注目していただきたいですね。で、これ生地がコットンアクリルなんで、春夏でも全然着用していただけるような素材になってます。はい、で、形こんな感じですね。はい、横と後ろと。で、ニットなんでより穴がこうガッて広がる、着ると広がるような印象で、こういうところからね、隙間からこう見えるような感じです。先ほどのシャツは穴がちょっとこう細かいので大きく見えたりはしないんですけど、こっちだと結構柄が大きく見えるので、インナーをより楽しんでいただけるんじゃないかなと思っております。はい、で、これが2色展開ですね。で、着用サイズがこれは46になってます。46しか確か取ってなかったと思うんですけど、ぜひちょっと大きめにね、着てもいいと思うので、ご検討いただければなと思います。はい、じゃあ次ですね、ニットベスト。これも同じような色味で展開されてるんですけど、ちょっとこう比べると糸の大きさが違うからか、赤の印象が強くなってますね、先ほどと一緒ですけど。で、これもね、編み地がね、ちょっとこう切り替えられてるんですけど、わかるかな、なんかここ真ん中じゃ、端っこの方はちょっとこんな感じ、細身の縦に入ってる感じで、そこから斜めに入って、ここ真ん中がね、真ん中だけ穴が開いているような感じですね。大きな網になってます。はい、で、結構着丈の長いニットベストで、肩が落ちるような仕様ですかね。これは後ほど出てくるシャツと合わせた方が分かりやすいのかなと思うので、そっちのシャツと一緒に着用してみようと思います。次、スウェットいきますね。スウェットです。これもね、全部今まで穴ばっかりなんですけど、これも裾に先ほど今僕が着てるカーディガンですねと同じような、まあなんか先ほどのカーディガンと同じようにこう斜めに穴が開いた感じなんですけど、これは裾だけ、裾にかけて広がってるような感じです。なんでメインとなる場所にはどこもない、袖にもないし、身頃にもないような感じですねっていう感じです。で、これもかなりオーバーサイズに作られてます。ちょっと着てみますね。スウェットこんな感じです。いいっすね。ちょっとこうリブがね、変わってるんですよ。なんかこうグレーに緑とこう黒のリブ編みになったものになってるんですけど、これがファッションにおいて、スタイリングにおいていいアクセントになってて、さらにまとめてくれるような印象ですね。このままグレーでダメージもこんな感じだと結構なんか意外に地味に落ち着いちゃうんですけど、このリブのポイントがファッション性を高くしてくれるような感じです。前は腰やったかな、一応やっておきます。はい、
こんな感じです。で、これでサイズが、よいしょ、46ですね。サイズ46。スウェットも確か46しか取ってなかったと思います。はい。じゃあ、ちょっとシャツに合わせるって言ったんですけど、この感じに合わせたらいい感じになりそうなんで、黄色と黒と赤のミックスの方で着てみようかなと思います。結構良さそうな気するけどな。よいしょ。はい、こんな感じです。あ、いいね。いい。かっこいい。で、着丈はね、さっきのスウェットよりもやっぱ長い。結構長めで作られてますね。で、肩落ちたようなフレンチスリーブとかっていうのかな、なんかそういうような優しい印象を与えるニットベストで、これも今の時期から全然めっちゃ着れると思います。しかもなんかそんな横幅とかもオーバーサイズじゃないんで、ジャケットのインナーとか、だからシャツ着てニットベスト着て、で首も V ネックなんでネクタイ合わせてとかいうスタイリングも結構いい感じにはまると思います。スタイリングを楽しむアイテムとしてのベストなんで、これはまあおしゃれさんにぜひ着ていただきたいですね。あとニットベストやっぱトレンドなんで、なんかこう挑戦したことない人とかも、初めてにしてはこうネイビーとかだったらだいぶ合わせやすいと思うので、初めての人も挑戦していただきたいです。後ろちなみにどんな感じ見えるかな、ちょっと穴開いてるんですけど、着た方が多分こうテンションかかるんで見えやすいと思うんですけど、一応こういう感じで少し穴が開いているような網になってます。はい、じゃあバーッとやってきて、あと 1,2,3,4,5、 あと5個になりました。次いきます。次シャツですね。はい、落ち感のあるアロハシャツになってます。で、キプラなんですけど、少しこう固めの張り腰のあるキプラになってます。で、これこの前から定番のパジャマシリーズですね。で、今シーズンはマーブル柄とちょっとこうね、熱帯地方とかにありそうな木っぽいような柄グラフィックが施されてます。マーブルはマーブルで結構パンチ強いんですけど、どっちも着ると意外に馴染むので、さらっとどっちも着たいと思います。こんな感じですね。で、これサイズ40、ごめんなさい毎回見ちゃって、44です。で、これ意外にいい感じっすね。僕今実はずっとレザパン履いてるんですけど、トーカーじゃなくてシュガーキルのレザパン履いてるんですけど、なんかレザーに例えばレースもそうだし、ニットもそうだし、このキュプラだってそうですし、異素材、こんな力強いアイテムに異素材を合わせるスタイリングとかをぜひ一番、まあ、このキュプラのシャツで楽しんでもらえたらなと思うんですけど、結構柄がいかついんですけど、着るとねそんなにやらしくなくて、なんかこの落ち感にマッチしてるというか、なんかいろいろスタイリングポンポンポンって出てきそうな感じ。夏だったらなんか淡いデニムと合わせてもいいし、柄パンと合わせてもいいし、それこそ今季ね、他レースのパンツとかも撮ってるんですけど、レースのパンツとかトレンディーで合わせてほしいしっていう、意外に何のスタイリングでも合わせれるアイテムなんじゃないかなと思います。ちょっと前横と後ろですね。はい、で、これも結構落ち感があって、袖は少し長めに作られてますね。でもまあ折り返してこの裏のネイビーの感じ見せてもかっこいいし、まあそのまま着ててもいいし、まあ、意外にこれいいかも、アクセントになって、うん、この感じで着ててもかっこいいかな。まあパジャマらしさもあるようなアイテムですね。で、一応ここを首締めれるようになってます。締めるとこんな感じですね。ちょっとまた印象は変わるんですけど、まあパジャマなんでちょっと抜け感あって、このオープンカラーの感じが、よいしょ、一番いいのかなと思います。一応こっちも見せれたらなと思うので着てみますね。はい、次こっちです。また印象変わって、こっちの方が落ち着いてる感じですかね。でも色味が結構明るくなる、白入ってなんか明るくはないけど派手なんで、得意とする人が多いのはこっちの方かも。こっちの方が得意とする人が多いかもしれないです。前と横と後ろ
で、マーブルって結構レディースのお洋服でもあったりとかいろいろあるんですけど、こっちのねちょっとトゲトゲしい印象ってやっぱ男の子っぽくなりすぎるので、あのインパクトは強めだからザって感じで合わせるのがかっこいいのかもしれないですね。本当に僕は細いパンツとかこれとぜひ合わせてほしいなと思います。はい、個人的にはこっちの方がなんか着やすいのかなって思うので、あのちょっと柄も挑戦したい人とかこっちからだったら挑戦してみてください。はい、次です。前もありましたジャガードのブルゾンですね。今季はねちょっとこうなんか木っぽいような、そういうアロハっぽいような春夏っぽいようなものを感じさせられる柄がおられてます。はい、で裏がね春夏仕様になってて、よいしょ、はい、ちょっと上の方がメッシュになってますね。で下は生地そのままって感じです。じゃあ着てみますね。これはね、まあ、前も一緒なんでね、なんかこう形とかは想像してくれるのかなと思うんですけど、今の時期ねニットとかと全然合わせてもらえる感じだと思います。まあね、かっこいいんですよね普通に。なんか好きな色とか柄とかがあったらぜひ、あの次もねもしかしたら出るんかもしれないですけど、まずそのタイミングで買っていただけたらなと思います。しかも軽い、この前より軽いです。全然着やすい、このぐらいか。はい、ということ後ろでブルゾーンなんで、まあしっかり中着込んで、で今の時期だったらこの上にちょっと僕はダウンベスト合わせるようなスタイリングするっすかね。唐辛子ここですね、ジップの引き手になってたりとか、ここ多分ねもうちょいこっちかな、ヨークになってたりとかするんですけど、なんかこう唐辛らしさもありつつ、シーズンっぽい配色になってたりとか、これはぜひおすすめしたいなと思います。どれもおすすめなんですけど、まあ、この辺は結構合わせやすくていいのかなと思います。そしてちょっと僕の今季のイチオシが最後の2つになるんですけど、これちょっとセットで着てみようかなと思います。こんな感じですね、前と横と後ろで。これめっちゃかっこいいのが、ま、もうウエストもねこういうちょっとボタン、あ、ボタンじゃないわ、カチってタイプ、ちょっとほんますいません、あのド忘れしちゃったんですけどってタイプになってたりとかで、これが紐ギュッと絞れるのでウエストも結構楽です、ゴムが通ってて、で裾もリブになってたまるような感じで、色味がちょっと分かりづらいんですけどネイビーっぽいような印象です。真っ黒ではないです、ちょっとネイビーっぽいような感じになってます。で全て穴が開いてます、ウエスト以外は。ただ裏地ついてるんで、なんだろう、全然1枚で履いてもらえるような感じですね。これ裏地ついてなかったら結構派手な印象になると思うんですけど、裏地ついてるからそのまま着用してもらえます。で後ろはフラップがついてるポケットと、右側フラップがないポケットですね。ちょっとスラックスっぽいようなあのディティールになりつつも、細かい部分をあの多少、デザイン入れて切り替えてるようなカジュアルなパンツに仕上げてるような印象ですね。はい、で、セットで着ても着なくてもいいんですけど、ちょっとよかったセットで見てほしいのがこのポンチョなんですけど、よいしょ、めっちゃインパクト強いアイテムで超軽い生地になってます。めっちゃ好きなんですよね今季のトーンは。結構前よりも飛ばしてて、ポンチョぶっちゃけ、まあ、1個しか取ってないんですけど誰が着るねんっていう感じやけど、僕これあの展示会でもあのトーガの人たちと話したんですけど、これ結構成人式とかでも着てほしいのっていうような感じで、だいぶオーバーサイズで作られてるんですけど、今やったみたいにここちょっとギュッてしたら袖も作るような感じができるんですよ。ポンチョなんで袖幅とかは超広いんですけど、こうやってやるとここでたまる、袖元でたまるような感じになります。でポケットもあって、こんな感じ、ちょっと小ぶりのポケットですね。めっちゃ物入れれるかって言われたらそうでもないかも。で
フードもある。でさらにやっぱこれね、今ちょっと下もブラックになっちゃってるんですけど、こうやるとわかるかな、もうさっきのスウェットと同じような感じですね。身頃の中心とかは穴ないけど、袖元と裾にかけて全部穴が開いてるような感じです。これやばいっすね、めっちゃかっこいい。で、なんかスーツとかに、成人式の時にスーツで完結する人って結構多いんですけど、寒いのにコートも着ずにスーツを見せる、セットアップを見せる人じゃなくても、ここまでもう本気でファッション好きな人はもうこのぐらいのポンチョとか着て振り切ってもかっこいいかなと思います。まあフードもついてるんでね、もし仮に雨が降ったとしてもちょっとここからやっぱどうしても入っちゃうけども、それでもなんかこう雰囲気だけでも楽しんでもらえたらなと思います。もう結局ねファッションって自己満な部分も多いと思うので、そういう自己満な部分をより楽しんでもらえるようなアイテム、他の服好きじゃない子が見たらこれ絶対意味わからん服やと思うんですけど、でも服好きな子から見たらやばいねお前みたいなってなるぐらい結構上がってもらえるアイテムだと思うので、そういう子にぜひ挑戦していただきたいアイテムです。パンツはね全然得意な人多いと思うんですけど、ここまで派手なやつはあんまりね、ポンチョすら挑戦したことない人がほとんどだと思うので、ぜひこれには若いね、これ見てくれてるユースの子に挑戦していただけたらなと思います。で着てみると、今着て分かったんですけど結構あったかいです。シャツ1枚なんで涼しいしはずだし、暖房も切ってる店内なんで、なんかポカポカする保温性があるのかなっていう印象ですね。なので全然この時期から着れると思います。夏はねもっとこう半袖とかにしてショーツ合わせてみたいな感じでスタイリング楽しんでもいいのかなと思います。はい、という感じですね。で結構長丁場になってるので、ちょっと編集してみて尺によっては小物だけ第2みたいな感じで紹介するかもしれないです。チャンネル登録、高評価、概要欄チェックのほどよろしくお願いします。それでは第2編で